S ロックスをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新春一発目の S ロックスはインスタグラムに命を燃やす清水選手を大特集。気になるあんなインスタやこんなインスタの舞台裏を熱く語っていただきます。いやこれ人気やばかったっすよ。本当1万6000円か7000円ぐらい行ったんすよ。さらに伊藤選手と菊池選手もインスタトーク。気分が上がってて、とりあえず上げちゃった。めちゃめちゃうまそう。新春から3人の選手たちがインスタの話題で盛り上がっちゃいます。ちなみに菊池選手といえば、マナとはあのままっす。ああそうです。喋らないです。まあ、僕は聞き取れる唯一の友達だと思います、はい、番組では無口キャラで有名。そこで名誉挽回。今回の意気込みを語ってもらうと。頑張って喋りますこんな感じです。あのみんなで飯行ってもこんな感じなんで普通です。これはこれは普通だ。もう普通ですね。ご飯食べ行ってもはい、全然川には入ってない。やばいやばい。一方清水選手には番組に対して言いたいことが。渋谷に呼び出されても行かないです実は以前、あのドッキリかかりたいです。この発言に対して番組 MC 柴田が、じゃあ今日は企画がありますから渋谷集合って言って集まらないでいいじゃん、はい、そんな面白くないドッキリにはかかんないです面白いドッキリお願いします。柴田が責任を持って面白いドッキリを仕掛けるんで待っててください。ということで本題に戻ってインスタトーク。清水選手は果たしてなぜどんなシチュエーションで写真を撮っているのか。まず最初の写真がこちら。家で一人で描いたの。てかまあまあうまい。100均に行ったんですよ。なんか書道セットみたいなのがあって、ちょうどお正月だったんで描こうかなみたいな。筆とかも。筆とかも、だからちょっと良くない、良くないですね。こう進み具合がやがましいわ続いてはこちらの集合写真。チームメイト以外に写るのは、こう沖縄なんですよ。こうやってる人が僕の高校のバスケ部の先輩で、赤いトレーナー着てるのがたかしの友達で、あの沖縄出身なんですけど、学生時代の時に知り合って、実は大正さんの先輩と同じショップで働いてるって言って。 でも本当たまたまでしたね。大正さんがなんかその先輩がショップやってるから行こうぜって言われて、で行ってみたらいたみたいな。なんと奇跡の一枚だったという。続いてはバスケットらしからぬ写真どこっすか。これあの嫁の牛舎。あたまたま日立だったんで草刈り機が宮崎の日南市出身なのですごい田舎なんですよ。普通なんですよこういう生活というか。おじいちゃん家も山あるし、みかん畑があるしっていう中で、こういう雑草を刈るみたいな。あ、自分ですか。自分で自分で、なんで帰った時はやります。ちなみにこんな写真も、なんか珍しいなと思ってそれとなく、はい、暇だったんです。続いてはインスタにアップされたこちらの動画。最初グーじゃんけんぽん。これは絶対高しっすよ確かにこれ僕一発目負けたんですよ。後出ししただろって話になって、不審議の結果もう一回ってなって、で勝ったから多分この喜びなんですよそれが金がなかったリアクションが面白いんで、いつも負けてなんかこう 見てたりとかさらにこんな動画も。去年のそうシーズン中に僕しかゴルフしたことなくて、みんなしたことなかったんで、ちょっと行ってみたいって言って打ちっぱなしに。ちゃんとやったことないんで、
きたいなって言って、じゃあ行こうよって。これ初めて行った時だよね、多分ね。そうですね、これ初めて行きました。この後から週1とか2週間に1回ぐらいみんな練習終わりに行くみたいな。でも僕帰ってんのに誘ってくるんですよいやそこ遠いしみたいな真逆の方向に誘われたりしてまだ行きますよっていいですね。そうですね、仲はいいと思います。みんなそんな仲のいい選手たちを撮影したインスタ。まずはベンドラメ選手。実は清水選手のインスタには頻繁にベンドラメ選手が登場。一体なぜなのか。近くにいるんですよね。この辺にいるんですよ。なんでレオってこう言わずに撮るよとは言わないんですよ。顎で使うようにレオって言ったらサササササって言ってもう分かってるんですよね。たまにあの、まあ、カメラ好きなんで映りたがりっす。続いて三原選手が。これ三つこういうお茶目なところがあるんですよ。でちょっとこれでファン増やそうとそしてサクレ選手はというと、サクレ選手ってチャリなんですか。チャリです。こんないかついやつがサングラスかけてママチャリ乗ってるんですよ。やばくないですか。これ多分お子さんを後ろに乗せる。そうそしてこの後菊池選手の意外な事実が。菊池さんのインスタグラムを調べた結果早速会場行ってみましょうか。はい、この独特のね雰囲気ありますから、早速ねグッズ売り場もすごい並んでますよ。すごいですよね。すごい並んでる。並んでますね。なんでこっちにしたんですか。この 2種類ありますけど。私ともやさん。ともやさんね。ファンクラブのインフォメーションブースですけど設置してあるんですよ。 S ロックスの目安箱見てみました私。ちょうど目安箱に入れるために広瀬選手がもっともっと見たいです。ああなるほど、広瀬選手もうどんどん入れてくださいね。あの思うことあった。はい、このコーナーはサンロッカーズ渋谷の試合前後にファンならぜひとも行くべき激うま店やお得スポットを紹介するコーナー。今回担当する応援芸人はピーモンズスタンダードの2人。前はねあのヒコロヒーさんでしたけれども、ね、あの髪の毛パッサパサでですね髪の毛 その水分がなくてG ジャンもですね、あの非常にもう昭和から来てるみたいな G ジャンで、はいはい、マネージャーにこっぴどく怒られてましたからねそりゃそうでしょ。ひどい話ですよ。いや僕はちゃんと綺麗なね、はい、臨みますからなかなかやっぱ、はい、G ジャンでしょ、はい、僕もその時 G ジャンやったんですよ、はい、だからもうちょっとねあの復讐中ちゃんと僕ジャケット着てますからね殺される可能性ありますよこれ。 G ジャンが公式ユニフォームじゃなかったでしたっけ。違います。こちらです。お、果たしてどんなお店なのか。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。お邪魔します。はい、どうぞ。ここは何のお店でしょうか。ここは石垣牛が食べれるの、ね、石垣牛。なんと渋谷で唯一石垣牛を食べられる貴重な店だという。しかしなぜ石垣牛なのか。山内選手がちょっと沖縄出身なんで。あ、そうだ、肉はパワーになりますからね、それでは山内選手にもぜひ食べていただきたい石垣牛を使った一番人気の一品をいただきます。
はい、お待たせしました。うわうわもう鉄板ジュージュー言うてますよ。スプーンで食べて。え、スプーン、はい、はい、これあのいらないですか、ナイフ。そうですね、もうすごい柔らかいハンバーグ。なるほど、ナイフいらずですね、これ。なるほどね、めちゃめちゃ柔らかい、はいはい、どうですか、どうですか。うまい。いや、これ絶対美味しいやろ。口の中でとろけるっていうじゃないですか、はい、でも、ちゃんとした噛み応えもあって肉食べてるぞって感じがすごいですね。おいしい、うん、肉汁と、うん、このスパイシーなソースめちゃくちゃ合いますね。そうですね、うん、ソースも売りの一つでもあります、ね、これソースは何ですか、ちなみに。あえて甘くないですよね。はい、デミグラスでスパイシーなソースです、うん、かなりスパイシーで、これご飯何杯でもいけますね。ご飯の相性を考えて作ってるんで。確かにこれぜひとも、これ山内選手に来てほしいやんか。そうですね。ここでサンロッカーズ渋谷のファンのため、ピーマンズスタンダードがいつものお願い。試合の半券見せたらサービスみたいな。ただでそんなんやってくださいって、それはもうおこがましい。まあまあまあね、それはもうこっちのお願いですから。こっちのお願いやから、はい、そこはもう選手のために俺らも頑張りたいところ、はい、そこでサービスをゲットするため2人があのネタを披露。ロシアの格闘技のシステマっていうのを習ってるんですよ、はい、どれだけ殴られても痛くないんです。クイズの格闘技やってるんで思いっきり殴りますよ、はい、でもちょっと疑ってるんでしょ、ほんまは痛いんじゃないかとか。まあそう思ってましたけど、でも結構いっ全然痛くないです。こんな空調の音出かないですか。果たしてサービスゲットなるか。サービスさせてください。やった、ありがとうございます。喉も乾くんで、はい、ソフトドリンクなんです。ワンドリンクサービスいただきました。ホーム戦のチケットをお持ちの方はワンドリンクサービスしていただけることに。サンロッカーズ渋谷のファンは試合前後ここ行くべし。ここからはインスタトーク後半戦。まずはこちらの動画から。一回喋れ、頑張ります。明日これ不思議なのが、僕インスタのフォロワー2600人ぐらいしかいないんですけど、これが一番再生回数が多かったんですよ、マジで。とかマラド人気っすよ。今まで上げた動画の中で一番っす。その僕が上げたインスタの中で一番っす。これ1万回ぐらい自分で見てんじゃないですか。本当1万6000円か7000円ぐらい行ったんですよ。頑張りますって言っただけですからね。それが貴重だったんじゃないですか。喋、ね、ったことが貴重だったんですね。ガンガンこの番組で出してきました。他にも選手たちを撮ったインスタが。写真撮ってるのかよ、ムービー。 どんな感じなんですか。なんか今 歯ついてる、高橋インシェイン高橋が。いや、これ人気やばかったっすよ。でもこれ最後あれじゃないですか、変な顔してるじゃないですか。わざとこれ好評でした、これ好評でした、はい。これでも一番超えなかった。超えてないと思うっすね。超えたのかな。これでもマラドにはかなってないっす。はい、悔しいっすね。いや、なんかどう映ってるのか分かんないっすよ。自分がなんかやってやってって言われたんで、逆のことやってやろうと思って前は出さないで顎出してやろうと思って。顎出したらこんなのやっちゃう。さらに菊池選手も。口上げて、もっと。ああいい、ああいい、ラブちゃん。動画とかも苦手なんで。いやいや、まんざらでもないって。いやいや、顔作ってるもん、ね、結構ね。言われたらやっぱりやるしかないじゃん。でもラブちゃんじゃないんだけど。結構可愛いですよ。ありがとうございます。ありがとうございますじゃねえよ。そして広瀬選手も。開けて、口開けて。こんなことするんですか。これ狙ってます。数字、健太も持ってます。SNS しないんで、広瀬さんの意外な一面見れたみたいな。
そんな広瀬選手と清水選手は仲がいいようで、落語は健太から誘ってもらって、あ、行ったことなかったんで、あ、いいよ、落語自体も面白かったですし、健太のリアクションも面白かったです。爆笑ってあんま起きないんだなって思ったんですよ、横でふふふふふとか言ってるんですよ。もうそれがすげえまず面白くて、こんな感じ、健太が北総エンデルみたいな。まあでも面白かったです、話も、はい、でも同じぐらい健太のリアクションもちょっと残ってるんです、僕には。そして清水選手といえばお風呂、なんか組んでるんですよね、戦闘隊とか、なんか、はい、適当に旅付けしっていうかあれやってます。あれ伊藤選手入ってますよ。え、入ってない、あのお風呂隊みたいな、俺が勝手に作ってるやつ。え、マラトと引き続きたらマラトも行って、その時の時もそう、帰る、はい、なんか長谷川選手が言ってたのが、清水選手が隊長で僕が副隊長だった。迎えに来てくれるんで、家の前まで。どうや。ちなみに戦闘隊での伊藤選手がこちら。めっちゃ腹立つ顔してます。すごい疲れてる。疲れてますね、確かこの時は。だから多分戦闘いたんだと思う。ここで菊池選手のインスタも見てみることに。すると驚きの事実が。菊池さんのインスタグラムを調べた結果、7枚しか上がってなかった。ここ4年のインスタアップ数はスタッフが調べた結果、たったの7枚しか上げていなかった。その中でも気になったのが、めちゃめちゃうまそう。気分が上がってて、とりあえず上げちゃった。めちゃめちゃうまそう。テンション上がるとのを聞けちゃうたのかもしれないですね。あんまりテンションが上がることがない。そうですね、あんまり。半年1回ぐらい、ね。しかしこんなノリノリの写真も。みんなでバーベキューやってた。これ覚えてない？こう回しきってんじゃん。いや、ただでかくて腕が長いから撮れって。もう何撮っていいか分かんない。あ、猫飼ってんすよ。猫飼って、はい、あれですもんね、柴田さんも動物好きですもんね。動物大好き。そうだ、うん、じゃあ僕も動物好きで、動物ばっかっすか、うん、虫とか。虫、うん、遠征先行って散歩してちょっと虫探して。ああ、いい。いや、それは虫はちょっと考えます。それ行こう、それ行こう、うん、決まり、決まりね。やれやれ。そして伊藤選手のインスタも見てみると、そうですね、食べ物が多いかもしれないです。甘いもの好きですね、多分。いや、僕のイメージは甘いものとフランスパン。はい、絶対フランスパンあったら食います。フランスパン好きなんですよ。普通にご飯食べてちょっとお腹空いてる、もうちょっと食えるなった時に大体フランスパン食べます。ここで清水選手から菊池選手に対してある不満が。いや、この間北海道遠征行った時にプリン、あ、一人でめっちゃ食ってなくなったんですよ、僕らの食べるのが。ほら、あったじゃん、こいつ犯人。あの、美味しいって言ってない。そう一人でめっちゃ食ってたよ。いや、三つっす。いやいや、ちょっとしかなかったから。その後に、たかしも美味しいって言って3つぐらい。お前二人で6個食ってて食えなかったんですよ、なんか少ない、なんかなくなってて。いや、でもあれは美味しかった。美味しかった、ね、これ食ってないから。いや、知らないです。早めに勝ちです。最後に3人から今年の抱負を語ってもらう。まずは清水選手から。挑む、まあ、東地区レベル高い地区にいますが、チャレンジ精神を忘れずに
プレーオフを目指し優勝するっていう意味で挑む。もう一瞬たりとも油断できない地区にいますし、一つのミスが命取りになると思うので、それは相手にも言えることだと思うので、そのミスをファンのブースターのパワーで誘発してほしいです。続いてキャプテン伊藤選手。去年はちょっと怪我が多く、チームに迷惑かけてしまったので、まず健康だったり自分の体をいたわって、チームに迷惑かけない、まあ、チームから離脱しないっていうことを、第一に考えてやっていきたいと思います。最初だから挑むっていうことを言ったんですけども、毎試合毎試合挑戦する気持ちを忘れずに、自分たちがチャレンジャーということでやっていきたいと思います。最後は菊池選手。あれあれ言いながら言って言おうと思って今流行ってっから間違いねえぞ。マジでやる、マジでやる。今しかできねえぞ。音楽ねえけどということで、目立つようなことできないんで、でまずディフェンス頑張ってリバウンド頑張ったり、ルーズボール頑張ったりの、そういう泥臭いとこ頑張りたいと思いましてなんとなくしか分かんないです。いい、なんとなくやればいいじゃん。やめよそして説得すること5分、ついによく分かんないんですよそれ。手拍子欲しい。もうやめ移籍して一番面白いの。もう見て、おろおろおろ。ほんちょもうざわざわしてんじゃないですか。ハーフですか。俺ら聞けないじゃないですか。見れないもんね。だってその間あれしてますもん。ミーティングしてますもん。いい、俺がミーティングなしで。あ、オッケー。いや、ありがとうございます。目玉焼き派ですか、それともスクランブルエッグ派ですか。そうですね、でもスクランブルの方が好きかもしれないです。醤油かけちゃう。マヨネーズ。あ、そうか。マスコットキャラクター、はい、すごいね、 ね。会場盛り上げてくれるね。そうなんですよ、みんなから愛されるサンディでございます。うん、これサンディなんか優勝してまたすごいタイトルとか取ったらみんなでハワイで。サンディよくない、ハワイ行きたいよね。行きたいね。ね。子育て奮闘中のパパさんたちによる座談会。美文字ってやつのノート買ってきたんです。僕が好きなのお母さんだもんって言ったのを覚えてる。さらにサクレ選手も。I'm a sports guy. I'm a sports guy. Dad is a G. お楽しみに。